フロリン・バシレイクツは、ルーマニアの政治家。2019年から2020年まで、第1次及び第2次ルドビク・オルバン政権で財務省を務めた後、2020年12月に首相に就任した。ブルチャ県、ルムニク・ブルチャに生まれ、同県オレシティの農村で育った。ルムニク・ブルチャ出身の首相としては、史上3人目となる。1996年に、 アメリカ合衆国のグリネル大学を卒業後、アイオワ州立大学の経済学修士課程を修了し、さらにマクロ経済学と国際経済学の博士課程に進んだが、2001年に中退した。ニュージーランド準備銀行や欧州投資銀行にエコノミストとして在籍した後、2011年まで ING グループのルーマニア主会社に勤務した。2019年、 財務省に就任。この人事は国会の予算委員会と財務委員会の合同投票で否決されたが法的拘束力はなかった。2020年2月5日、当時のルドビク・オルバン内閣の不信任決議案が可決されると2月26日にクラウス・ヨハニス大統領から新首相に指名された。しかし、指名投票の直前になって自らが所属する。 国民自由党の代表であるオルバンへの支持を表明し、指名を辞退した。ナインティ1 9が猛威を振るう中、主要野党の社会民主党も、同年12月の総選挙まで、オルバン内閣が残り任期を全うすることを認めた。そのため、靴も財務省に止まった。12月7日に、オルバンが辞任した後、ニコライチウカが首相代理となったが、 靴を後継首相に押す声が党内で高まり、12月23日に3党連立内閣の形で新政権を発足させた。靴内閣は女性を一人しか閣僚に登用しなかったことや、ビクトル・ポンタ政権で教育省を務めたソリン、クンペアヌを再び起用したことから批判を受けた。クンペアヌは、教育省在任中、ポンタに博士論文の登用疑惑が浮上した際、 恩社を与える緊急令の発布を企てたことがあった。2021年9月1日に国家投資計画に反対していたステリアンイオン法務大臣を解任したことで9月6日、イオンが所属するルーマニア救出同盟自由統一連帯等は連立政権からの離脱を表明。屈政権は少数与党政権に転落し10月5日に 社会民主党が提出した内閣不信任決議が賛成281票で可決された。ありがとうございます。